3月弥生はいつも Go Crazy。皆さんこんにちは。3月弥生はいつも Go Crazy。パーソナリティは謎のパフォーマーの弥生です。この番組は歌が歌いたいという私のわがままからラジオの中でおしゃべりしながら歌を作っていけたらいいなということで始まりました。とはいえ気が多いもので話が進むのかどうなのか皆様どうか温かい目で見守ってくださいませ。サポートメンバーは岸あたるさんです。はい、皆さんこんにちは、岸あたるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。はい、お久しぶりです。暑いですね。暑いな、もう本当に暑い。もう夜になっても暑いし、朝明けても暑いし、暑いです。もう暑さで目が覚めます、ね、もう本当に毎日アイス毎日1アイスじゃなくて2アイスぐらいいってますね。いくよね、もうね、本当に暑い。アイスないと生きていけないもん弥生さんは、はい、アイスは何派なの？ですね、あ、その話いきます私ね、アイスに限らずなんですけど、はい、チョコミントなんですけど、ほうほうほう、チョコミントなんですけど、どのチョコミントアイスでもいいわけじゃなくて、私意外とあんまりみんな普段食べてるか食べてないか分かんないんですけど、うん、自動販売機のセブンティーンアイスが好きなんですよ、うん、まあ、あるとこにはあって、そんなすぐそこら辺でパッとは買えるもんじゃないんですけど、うんうん、私の勤務先の子供の国に3、4台ぐらいあるので、まあ、そう、仕事が終わって、はあ、もう今日はアイス買って帰らな、もうやっとれんみたいなでも始める時から、ああ今日終わったらアイス、セブンティーンのアイス食べるぞって思いながら頑張ってるところがあるんでそこのチョコミントアイスがやっぱりね、あそこも全然値段も変わらんし、自販機のアイスなんで、ね、もうグリッコさんなんですけど、うん、やっぱりね、なんかこうポリシー持って作って、もう値段も変えんぞっていう感じで作っとんやなっていうのを意気込みを感じるチョコミントアイスなんですよ、はい、そこまでなんか惚れ込んでるっていうのはすごいな。そうですね、なんかね、口どけのとか、はい、なんかそのミルク感のとか、みんななんかアイス好きな人いろいろこだわりあるかもしれないんですけど、うん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 、私はミルク感とか、なんかこう、なんていうのかな、口どけとかいうよりも、ホロホロ感が好きなんですよ、うんうん、ミルクとか、脂肪率の高いものよりもさらっとしてて、うん、あんまりなんかベタベタのなんか粘った感じじゃなくて、うん、こうサラサラーと、なんかかき氷じゃないんだけど、かき氷をもっと微細にしていったみたいなような感じ。アイスクリームじゃなくて、あれな、アイスミルクって書いてあるんですけどそこでちょっとこう分類種別かなんか、なんかね、そんなところで見てないわ。見てる、めっちゃ見てるんですなんか乳脂肪率とか、はい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 、多分そういう分類でアイスミルクになると思うんですけど、そのなんか、あ、このなんかサラッと感なのにチョコが入ってて、うん、程よくミントが効いてるっていうのが好きで、セブンティーンアイスのチョコミントが好きなんですチョコミントっていうのはね、チョコミントチョコミント何々党のチョコ、そっか、はい、なるほどね、まあ、この時期特にですね、年間通してアイスは大好きなんだけど、うん、この夏場は特にチョコミント、ね、なるほどね、はあ、あ、なるほど、いや、あたるさんは、僕はもうね、カップのアイスクリームを渡された瞬間に贅沢感を感じる。カップのなんですか？何でもいいんですけど、うん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 、まあ一番いいのはチョコのモナカジャンボ。ああ、いいですね。あれが、あれ食ってるうちがなんかちょっと幸せやなと、うんうんうん、チョコもあり、ウエハースもありの、パリッとしててね、モナカのパリッと感があって、またなんか昔と違って、まあ、うんうん、昔と違ってこうポキッと割れるようになってるっていうのは、昔なんかくしゃっとしてましたよね。くしゃっとしてたイメージがある。くしゃっとしてましたよね。なんかだんだんやっぱりこういろいろ変わっていくんやろうなと思う。だん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 こうね、うんうん、技術が。技術がね、うんうんうん、やっ
やっぱりその要望もあるやろうし、うんうんうん、そういうことに応えていくメーカーさんの努力というか、うん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 、すごいなと思って、うん、確かに、うん、なんかくしゃモナカがくしゃっとしてた昔のイメージはありますね、うん、今はもうパリッとしてて、ね、中のチョコもパリッとしててね、はい、あれをだから一かけらも落とさずに食いたいんですけどね大抵なんかジーパンの上になんか茶色いのがボコラになってこういっぱい落ちてるのが ね、 ありますね。切ないんですけど、あの暗闇の中ね、あの運転しながら食べたりしたらもうね降りた時大変なやつですよ ね、 ね、そうそう大惨事になってるやつね。そうそう、運転席降りた瞬間にパラパラパラってなんか落ちたみたいな、なんかね次の日明るくなってもう座席側嫌になっとったりする感じでね。そういうね、はい、あ好きです。あります、美味しいですよね。けど本当アイスはめったに食べないんですけど、うん、あそうなんですか。うん、うん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 、といってかき氷を食うわけでもないし、うんうんうん、そんなねギャーって冷たいのがねやっぱりあのほらあの額にキーンと来るのが嫌なのあれが嫌でキーンと来ます。夏来たなっていう気もあるんですけど、あれも一回経験したから、うんうんうん、一夏一回でいいなと思って。あれなんかね結構感じる人とそんなでもない人がいるみたいですよ ね、 ね、あれ猫舌と一緒ですよね。あなるほどなるほど、うん、そっか。私だったらそれはあんまりどっちかというと感じないタイプで、いいで猫舌なんですよまあなんか関係性があるかな。いや僕猫舌やし頭キンとくるし、あじゃあどっちもどっちもなんですね。だからまあまああんまりそういうところには向いてないのかもしれないですけど、うどんもだから熱々を食う人の気が知れないんですよ。あそれは危険ですね、すごく危険ですねからね、まあなんか本当鍋焼きうどんとかね、うん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 、危ない危ない危ない、そう何を思ってそんなグツグツ煮たやつを食ってんのと思う。怖い怖い怖い、溶岩食ってるようにしか見えないですよ僕からすると、ね、怖いですああいう系のは本当に私もなかなか食べられなくて、うんうん、だいたいまあランチとか行って冬場そういう熱い系のものとか食べるときは、うんうん、だいたいあの最初も喋ってますねなるほどね、なるほどね、もう早さめろ、そうそうそう当たり障りない程度に喋ってあのまだかなまだかなみたいな感じでもう、ね、夜とか行くとビールがあるから、うんうんうん、先にね食って、うんうん、ビールで流し込むっていうね、冷やしてね、いうパターンがあるんですけどね、うんうん、昼間はどうしてもね水飲むとちょっとねもうお腹がねタプタプになって味も分からないのか、うんうんうん、それがあるんであんまりしないんですけど、うんうん、なんかでもめちゃくちゃ猫舌ではあるんですけど、そのキーンとしないかもしれないっていうのはすごい自分でも感じてて、そのなんかみんなあーとか言ってあー痛い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 みたいなうん、うん、ちょっと憧れなんですよあんまりなんかそういうパフォーマンスは自然には出てきたことが多分ないんで、そうなんや、不思議、ほんま不思議なんですけど、だから多分そこはでも別に やらないといけないパフォーマンスじゃないんですけどね。でも、もしかしたらなんだけど、その自分の住んでるところがちょっと山で、うん、半端なく朝晩の気温が低いから低いからもうそれがもう日常になっててそれでなんかここら辺のこの眉間のここら辺の機能がなんかちょっとそれに対しての耐性がすごくあるとかいう、今なんかそういう思いながらもしかしたらみたいなのか思ったんだけどそれは多分ないと思いますね誰かちょっとそういうの研究ここら辺の気温が、ね、気温がここら辺の気温とか気圧とかね、もうなんかね、感じにくいとか、ね、感じにくいとかあるかもしれない。いやあのなんか気圧によって頭痛が発生するっていうのはね、やっぱ低気圧が来たら頭痛が発生するとか、まああのおじいちゃんおばあちゃんとか、うんうん、腰痛とか関節だとかいうね、うんうんうん、いうのもあるから、確かに確かに、ね、人間そんな中で生きてるからやっぱどうしてもそれはあると思うんですけど、うんうんうん、いやでも住んでる生活の段階ではちょっと違うかなそうかなみたいなまああのなんていうんですか、好き嫌いが多い人ってなんかやっぱりその家庭環境があったりとか、もちろんアレルギーの人はもう仕方がないんですけど、ね、食いたくて食いたくて仕方がないけどアレルギーで食えないっていう人がねやっぱかわいそうやなと思うんですよね。あります、特にないんですよ。これ食べ物のアレルギーっていうのが特にない、うん、多分ねないですか。なんかアレルギーって僕の中でアレルギーって
蕁麻疹が出るとか、はいはい、なんか息苦しくなるとか、うん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 、そういう感覚だと思うんですけど、うんうん、それ何食ってもないかな、うん、あじゃないのかな、あのよく言われてる7品目みたいなは、あそんな全然引っかかってない、ね、あ全然あれも大体、まあ、食べ物、はい、大体、まあ、よく使われる材料というか、うんうん、でも突然なるっておっしゃるしね、あなんか例えばなんか輸血した時の血液の中にその、うんうん、そういうアレルギーの人の成分が混じってるとなるとかっていう話は聞いたことはあるけど、 うちの親父の里が福井県だったんで、蚊に、うんうん、アレルギーやったら地獄やろなと思いますわ。はい、それは厳しいですね。蚊に美味しい、美味しいからね。あの私それに実はちょっと近いものがありまして、はい、実はあるんですよ、その7品目には多分当たらんと思うんですけど、うんうん、あのカニじゃなくてエビが食べて、ね、甲殻類ですか、 あれ甲殻類アレルギー言うんですかね、はいはい、で生なんですよね、生がダメなんで、そのお刺身とかの甘エビが絶対ダメなんですよ、本当危険で、やっぱそうなんや。 それでそれがやっぱなんか小さい時に分かってちょっとおかしいってなって、それ以来もう確かめることもせず、もう危険やから、うん、もうあのそうなんだなと思って、うん、もうそれ以来食べんようにしてるんですけど、うん、お刺身とかでついてきたらやっぱちょっと生もの好きなんで、うん、食べたいなっていう気持ちにはやっぱりなるんですよだからでも確かめようって、もしなんかなったら怖いからだからもう、どこまでの症状が出るか分からんからね、そうそうそう、怖いからもうちょっと危ないやめとった方がいいかなと思うけど、やっぱ食べたい、食べてみたいなっていう、みんな甘エビ美味しい、あ、はいはい、甘いとろっとしてみたいな、もうアホみたいに食いますけど ね、 だからお刺身とかに何にも言ってなくって、これ苦手なんですって伝えてなくって、普通になんかこう出されたものとかでついてたら、うん、ちょっとなんか鍋とかが一緒についてたらありがたいんですけど、ちょっとお湯の中でしゃぶしゃぶとしてね、通してだったら大丈夫なんだ、そう、なんとか食べれる。それだったらもう甲殻類のもう本当軽度なアレルギーですね、うんうん、そう、 生だけがダメなんですよ。 いや、まあ、いますよね、牡蠣、うんうん、とかもね、あ生牡蠣がダメという人はね、そうそう、生牡蠣がね、火通してたらいけるんだけどね、なんです。本当は美味しそうだなとは実は思っているっていう、うんうん、だからその話が出たからああ私のあれだと思って、なるほどね、まあありがたいことにね、うんうん、それはいいですよね、何でも食べれる、何でも食べられるんですか、うんうん、なんかでも甘エビってなんかあれですかね、やっぱりお刺身に毎回ずっとついてるわけじゃないものやと思うから、なんか例えばその前もってこれ苦手なのでっていう注文した時とかに言う時に、うんうん、なんかちょっとね、うん、そんな高級なん最初からついてませんよっていうところで言ってしまうとなんかちょっとこっちもね、なんか罪悪感感じますよ ね、 すいませんみたいな感じで思ってしまうっていう、はいはいはい、ちょっとそこのやり取りがね、なるほどね、ちょっと気になる時もあるんですよ。あー、気にするわな、あるよな、最初からついてまへんっていうそうやな、うんうん、そんなのバナナくらいならね、あそうそうそう、それだったら平気で ね、 そうそう、あもうすいません言って言えるんですけど ね、 なんかちょっと ね、 ね、シャインマスカットはちょっとっていう、そうそうそう、感覚的にはそんな感じなんですよ、ちょっとそっかそっか、はい、すいませんって思ってますやっぱ、まあまあ、でもねこればっかり仕方ないですからね、そうなんです、命にも関わることですからね、いやなるほどな、ね、大変ですね、はい、何の話やって感じでまあまあまあ、1週間ね、はい、無事に過ごしてきた、はい、ということでね、はい、はいはい、甘エビ食べたりもせず元気で、はい、アイス2アイスで毎日頑張っております。いいですね元気バリバリ で、 バリバリで、はい、やっております。今もうアイスもいろんなものが出てますからねはい、そうですね、すごいですよね、うん、もうこれもアイスなんていうのもあるし、ありますね、いろんなフレーバーも期間限定とかで出たりするんでね、うんうん、もう本当心がいつも奪われて、そうそう、ハーってメガハートになっちゃうそうなんです、はい、だからね、まあ本当、まあまあ体健康にはね気をつけて、そうですね、暑いけどね、はい、
今週も1週間過ごしていけたらというふうに思います。はい、弥生さんも気をつけてください。はい、ありがとうございます。はい、リスナーの皆さん、お聞きくださってありがとうございました。今回の3月弥生はいつも Go Crazy はいかがでしたか？ではまた次回。 Enjoy Together and Go Crazy!